明らかにやばい予感しかしない。現在宮城県仙台駅に来ています。これからお隣山形県の県庁所在地山形駅まで行きたいんですけど、どんな移動手段があるでしょうか。例えば JR の仙山線に乗ればだいたい1時間半1170円で移動できます。それか駅前から出ている高速バス、ものすごい本数が出てますけど、こちらを使うと山形まで片道1000円で行きます。なので仙台から山形なんかは高速バスの利用が便利な区間とよく言われていて、高速バスで移動する方が多いと思います。でただ最近その他の第3の選択肢を見ることが増えてきました。そちらがこのトヨタレンタカーの片道号ですね。24時間あたり2000円かな、それ乗り捨て料無料っていう、まあ、素晴らしいサービスなんですけど、それの仙台と山形の間、その利用がかなり出てくるんですよね。今回も仙台の営業所から山形という商品を見つけたんで、こんだけレンタカーの乗り捨てが使われる区間だったら、こう普通にレンタカーの車で移動したら結構安く快適に便利に移動できるんじゃないかなと思ったんでやってみることにします。おちょうどこの山形交通の山形駅高速バス来ましたね。高速バス山形駅前、ライバルはこちらの山形交通ですけど、果たして普通の乗用車で行くとどんな走りになるんでしょうか。とりあえずレンタカーを仙台駅新幹線口のトヨタレンタカーというところなので、そこにまず借りに行きます。とりあえず仙台駅東口に出ましたけど、こう目の前に大きくトヨタレンタカー仙台駅東口って看板がありますけど、これじゃなくて、こっちか、トヨタレンタカー仙台駅新幹線口店。結構トヨタレンタカーの店舗って近いところにいっぱいあるんですね。じゃあ着きました、トヨタレンタカー仙台駅新幹線口店。ここで借りていきます。じゃあ手続きしましたけど、車、白い山形ナンバーの車がどこからやってきましたね。こちらで移動していきます。今目の前に新幹線の線路がありますけど、とりあえず仙台駅の北側の方から西側山形方面に向かってるんですけど、今回向かうルートが仙台から山形の間が道路だと48号線か286号線、あと山形道っていう高速道路がありますけど、高速道路も南側の286号線沿いのところに結構通ってるんですよね。なので今回多分286号線を全区間走れるんじゃないかな、そのコースで行こうかなと思います。それが多分距離も最短だったはずです。最短コースで行けば最速を目指せるでしょう。あと鉄道の仙山線ありますけど、それはちょうど48号と286号の中間あたりを通ってるんで、みんなしてバラバラの道を通ってるんですよね。ちょっとここが形が難しい交差点ですけど、こここう行くのか、で目の前に看板があって、右山形左福島ってなってますけど、山形に向かいますが左に曲がります。ここは国道48号と286号の起点になってるところなのかな。45号起点っていう今看板が見えたんですが、ちょうど今ここの、かなり、縮小しましたけど、ここに行って48号はこっち左側で、で286号はこう行ってこっちに行くルートなので、ちょうどこの分岐点みたいなところにいるということで、でここから286号の方に進んでいきます。光通信発祥の地、東北大学電気通信研究所、こんなところが発祥の地だったんですね。看板は白石長町、まだ宮城県内の地名が出ています。ちょっと南側に結構行ってから西に行くのがこの286号です。目の前に286山形っていう山形の地名出ましたね。これをずっと行けば山形につけるはずです。でももう急にさっきの交差点を越えたら目の前に山がそびえ立ってて、もう仙台の大都市の中心部みたいなところはもう終わりを見せてますね。でここは宮沢橋という交差点ですけど、右折が286号ですね。これでもうでも難しいカーブはないかな。結構スムーズに走れそうな道になりました。いやここはすごいまっすぐでいいですね。結構奥の離れたところに山が見えて開けた風景になっています。もう徐々にこれ道が西側に進み始めています。さあ目の前が、山に阻まれてますけど、仙台南部道路の山田入り口、それがこの左かな。で東北道とあと一般道はまだまっすぐということで、これ高速道路が目の前に見えますけど、それと一時的に同じところを走るのかな。
高速道路と並走するのもこれはこれでいいですね。高速道路がモノレールみたいに見えてきます。ちょうど東北道の入り口がありますね。ここで左に流れるように行くと高速道路に入りますけど、山形道方面になってますね。一般道でこのまま進んでいきます。もうだいぶ家とかも少なくなってきたから、本当にただ山形に向かって突き進むような道になってるんでしょうか。まだ片側2車線あるんでだいぶ走りやすいです。山形54キロ、川崎20キロ、これは神奈川県まで行けますね。もうこのインターをちょっと過ぎたところですけど、高台になって視界がすごい開けてますね。しかも奥になんか大きいマンションみたいなのがあるから、あそこは何だろう。ちょうど秋保温泉6キロって看板がありますけど、いやでももう周囲に本当に山しか見えなくなりましたね。こんなここまで景色変わるんだ。これででもまだまだ片側2車線で、なんかもう高速道路走ってるような感じの風景ですよね。どうだろう、この調子で山形まで行くのかな。秋保温泉方面が先ほど右に分岐してついに片側1車線になりました。確かにこの景色だったらね、1車線がまあちょうどいいぐらいの道路というか、いやーもう周りは一面緑が広がっています。じゃ途中素晴らしいコンビニミニストップがあったので、ここで一旦途中下車しました。まあもちろんね、最速で山形目指してもいいんですけど、まあそれをやると運転も疲れてきますから。いやでもこんな景色ですよ。もうまあ仙台から30分ぐらい走ったところですかね。お、とりあえずミニストップを出て、山形48キロ、川崎12キロということで、でもまだ48キロあるのか。意外と遠いですね山形。高速バスだと1時間5分ぐらいで行くのに。川崎町に入りました。目指そう早期完成、国道286号バイパスということで、バイパスを作るっていうことは多分あれですね、険しい山道ってことですよね。どんな道なんだ。これが仙台山形の、まあ、高速を使わないメインルートなのか。ここも遠くが見通せていい景色ですね。でもうすぐ釜房湖っていう湖があるんですけど、湖の上を通るのかな、これ道路が。釜房ダムってなって、そっかダムなんですね。ダムの上を通る道で、あで奥に山がありますけど、山に雪が積もってるのが見えます。いやここはもう大変いい景色ですね。もう湖が見えて、さらに前の山も見えて、さらに雪まで見えると。お、紫色のバスがいますけど、竹谷交通という路線バスで、これあれかな、多分仙台と川崎町を結んでるバスでしょうか。いやでもあの険しい雪が積もってる山がだんだん近づいてる気がしますけど、多分あれを越えて山形なんじゃないかな。いやあの険しいのをここで越えるのか。バスはこの辺りの、あ右前にバスが来た。仙台行きのバスとすれ違いました。本当急に、でも鉄道が通ってないから、この紫の竹谷交通は多分公共交通として頼みの綱ですよね。もうすぐ川崎町の役場とかがある中心地かな、その辺りに行きますので、ちょっとずつ家とかも増えてくるかもしれません。ちょうど川崎町役場っていう看板が見えますけど、この川崎町のこの市のロゴマーク、これ川崎市とかなり似てませんかね。この20か30ぐらいになってる輪っか。ローソンとかコメリとかパチンコ屋とか出てきたから、この辺りが川崎町のエリアってことですね。目の前に山形道って看板がありますけど、一旦高速道路と分かれましたけど、さっき東北道だったのが山形道になって、また近くを走るようです。とかこれうっかりまっすぐ行くと高速に入るところだった。ここを国道286号はここを右折で、ただこっからは高速山形道に近いところを走るのかな。まあ、山形道を走ればすぐ着くでしょうけど、笹谷峠走行注意ってなってるんで、多分この先かなり
注意が必要なエリアを走る予感がします。とここは川崎町の西の外れだと思いますけど、今横断歩道を渡ろうとしている子供がいるのかと思ったら、その銅像というかかかしみたいなのがありましたね。もうこの辺りはもう昔ながらの家がたくさん立ち並んでいますね。もうちょっとするともうまた家がなくなっちゃうかな。さあ前山形ってなってますけど、多分この辺りからまた家がなくなりますね。山形道の姿はあんまり見えないですけど、近くを走っています。上に道が見えますけど、そこを高速ですね。山形道をちょうどずっと見えないなと思ったら、やっぱり山が険しすぎて山形道がずっと影に隠れてたようです。でただこの先山形道はトンネルに入るけど、こちらの286号、一般道はトンネルがないようなんで、そろそろ峠を行く感でしょうか。カーナビのこの先の地図が結構険しい予感がしますけど、でただこの辺り普通に車一般道結構走ってるんですよね。対向車もいっぱい来るし、前を走る車もいっぱいいるし、みんなここを普通に通っていくのかな。それか一区間だけ高速道路に乗るとかなのかな。こんな道を好き好んで通る人は、まあ一部好き好んで通る人はいるでしょうけど、そんなに多くはないと思いますけど、やっぱり仙台山形の伝統的なメインルートはこの笹谷峠。通行規制、そっか、大型の車通れなかったりするのかな。あでもここで山形道笹谷左ってなってますけど、ここで左に曲がって高速に入っていく車が多いですね。あやっぱ一区間だけ節約で高速に乗るみたいな感じですか。大型車はこの先通行できません。あ明らかに険しくなりましたね。みんな後ろの車も高速に入っていく、そりゃそうですよね。そっかそっか、おーいやもう明らかにやばい予感しかしない。ゲートをくぐって、そっか確かにこの一区間だけこの険しい区間高速に乗っても、多分高速料金はそんなに高くないだろうから、距離に比例してみたいな感じで、そういう、そっか、一般道で仙台山形を目指す人はそういう越え方を基本的にするわけですね。いや目の前の高速道路は羨ましいな。もうセンターラインとかもなくなって、なんかもう林道みたいな、そういう空気のところですけど、れっきとした国道ですもんね、ここは。いや大丈夫かな、どうなっちゃうんだ。ここは高速バスはもちろん通らないですよね。高速バスはきっと悠々と高速道路を通るでしょうから。あでもここを行く車も全くゼロってわけじゃなくて、対向車も来たし、自分の前の車も走ってたから、まあまあまあ本当に節約する車はこっちを通るんだろうけど、長さ6メートルを超える車両を通行できません。6メートルってどうだ、大型バスが11メートルでしたっけ、バスの半分ぐらいじゃないと通れない。あでこっからこの辺りから高速道路山形道はトンネルに入るようで、いやもうこの6メートル以上通れませんみたいな看板が何個もあって、多分間違って入っちゃってそれで進めなくなるみたいな事故が結構あるんでしょうね、きっと。そのやっぱりトラックなんかも高速代を節約してなるべく一般道で行こうとする人も多いでしょうから。あーこのタイプですか、そうですか。この先雪崩落石土砂崩壊の恐れあり、路肩注意、いや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 、これはこのレベルか。これが国道286号、仙台山形メインルートです。対向車、ただまだマシな方ですね多分。これ東京の小菅村とかに行く道なんかもかなり狭くて交通量があった気がしますけど、ここは比較的狭そうだけど、大型車がもう来ないって分かってるから、みんな乗用車しか来ないだろうから、そうすると行き違いは意外とできますね。まあ交通量もやっぱりメインルートだから思ったよりかはあるけど、いやでもこう走ってて思ったんですけど、こういう険しい区間ってこう見通しの悪いカーブのところとかミラーがあったりするんですけど、全くないですねここは。いやだから対向車来るかどうかが結構難しいし、あとミラーない場合は警笛鳴らせの標識とかがあったりして、それでこうクラクションを鳴らして存在を
知らしめるみたいなのもありますけど、それも標識ないのか。あとはこうライトを光らせてハイビームにして、反射材みたいなのがこうガードレールのところにあったりしますけど、それすらないですね。本当に何もない、全て自力で衝突を避けなくちゃいけない。こう左のカーブの標識それだけあってもって感じですよね、これ。と思ったらついに初ミラー、ここは本当に何も見えないからミラー登場しましたね。いやでもこれ狭いな、確かに。ちょっとよいしょと。いや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 、自分運転うまくないんで本当にこう勘で通ってますけど、左右擦るかどうかはもうわからないですね。なんかお互い対向車も自分も勘で多分いけるだろうみたいな感じですれ違ってるっていう可能性もあるから、そうするとお互い勘だから擦るみたいな可能性も全然ありますよね。ちょっと窓を開けてみましたけど、自然の音が、何の音だろう、虫の鳴き声なのかカエルの鳴き声みたいな。ここカエルじゃないですもんね、鳥とも違うけど、これを BGM で聞きながら走っています。路肩注意って看板がありますけど、これはどうだろう、落ちたら死ぬみたいなやつでしょうか。まあまあまあ別に標識がある割にはマシな感じがしますけど、ただ本当ずっと先が見えないですね。だからここ右見えないじゃないですか。どうするのこれ、正面衝突とかしょっちゅう発生しそうですけどね。これ路肩どころか対向車の方が注意した方がいいんじゃないかって感じです。あーやっと見通しが良くなった。もうこのね、安心感と険しさの繰り返しがまだ全然3分の1もいってないですからね、多分これ。いやなんでここを選んでしまったんだ。あまりにもミラーがないのがちょっと辛すぎる。今までこう険しい道ミラーありましたよ。だってちょっと隙間から下の景色が見えますけど、どうでしょう。どんどん登ってるけど、そろそろ頂上かな。頂上であってほしい。なんかちょっと景色が開けましたけど、どうだ、てっぺんが近いのかな。鉄塔とか山とかが見えますが、あーなんかすごい心地いい景色になってきた。これで道路もなんか広くなった感じがしますね。おお、これでこのまま行けるかな。いやでもこの鉄塔と電線もきっと大事な電気を山形と宮城県の間を結んでるんですね。たださっきと明らかに景色が違いますね。上から日の光が差し込んでとても明るくて、あそこ車が止まってるけど、これもしかしてあれかな、峠県境かな。駐車スペース満車ではみ出てんだろうな、多分これ。ゲートが、どうなってるんだこれは。あ、山形県ここで入ったんですか。あでもこの辺車がみんな登山に行くのかな、この辺に止めて。人はこの辺にいないですもんね。いやさりげなく山形県入ったけど、そんなちゃんとした駐車場があればそこで降りたいんですが、ちょっと正規の駐車場でもなさそうなので、とりあえず行けるとこまで行きますけど。いやちょっと山形県に入った記念で車止められそうなところがあったんで止めてますが、多分そこの車がいっぱい止まってるところが県境かな。で今ここに鉄塔があって、ここはあれかな、この鉄塔とか電力会社の保守の人が通ったりする道でしょうか。で奥の方にこう街が見えますけど、あれが山形かな。いやー遠い。こんな険しいんだ、でも仙台山形って。もう1000円のバスのありがたみがよくわかります。あとはここは山形県ってわかる何かないかなと思ったんですけど、あんまりいいのはないですね。ここの看板至る仙台になってますけど、とりあえずこの境目のところに今いるはずです。ちょうど山形県って書いてあるポールがありますね。山形県です。下りになりましたね。完全にやっぱり山形県に入って峠を今越えてるっていうのがよくわかります。あで山形県に入ってからですけど、そこのカーブミラーのところに21って書いてあって、さっき25とかだったんで、カーブごとに数字が振ってありますね。いろは坂みたいな感じで、あと21回カーブを越えれば下に降りるのかな。しかも多分ミラーのところに貼ってあるから、ミラーの登場率も宮城県区間より
増えたような感じがします。まあ、ミラーがなくて番号だけあるところもありましたけど、山形県とやっぱり宮城県で道路の設備もちょっと違ってくるんでしょうね。今20のところはミラーなしで、ところどころこの反射材のあるポールなんかも見えるようになってきました。あそこもミラーがあるし、さ15、数が書いてあるとなんかもう気持ちの持ちようが全然違いますね。本当に進んでるし、もうちょっとでゴールだっていうのが数で分かりますから、だいぶ気分が明るくなってきました。次がカーブの番号3ですけど、全然ゴールする気配しないですけど、あと3で0になるけどどうなるんだ。まず3、ここで急に警笛鳴らすの標識が出た。でも2があってミラーがあるけど、まあ鳴らすか。いやーでも急だなこれ。あでさらに1がすぐ目の前に。これでゴール？ゴールした感が全くないけど、1、笹谷峠クリア、クリアしたのかこれは。あでも広くなったからなんとか脱出した感じはしますね。あでカーナビ見ると次の山形道の関沢インターチェンジかな、そういうのがあるように見えて、あでここのゲートを越えて、さあちょうど今出てきたこのゲートのところで駐車スペースがあったので外に出てみましたけど、いやこれを抜けてきたのか。ですぐ目の前には山形道が通っていて、もうね快適な山形道を通過してきた車がバンバン走っています。でそこはここが関沢出口ということで、いやこれは確かに一区間だけ乗るのがもう大正解中の大正解ですね。まあでここに来たからといってまだゴールじゃないので、この先山形駅まで目指しましょう。いやでも峠を越えたらもう一気に走りやすい、道も結構まっすぐなところが多くなりましたし、スムーズにあとはこのまま山形まで行けそうです。いや久々に家が並んで歩行者がいるのも見えて、でここで山形道をくぐります。山形市街が前で天童山寺右ってなってます。もうだいぶ山形の市街地は近いのかな。さあ山形市街っていう看板もあるし、山形市役所なんかも多分カーナビで近くに表示されてるんで、もう着きますね。とりあえず国道286号がどこまで続いてるか分かんないですけど、とりあえず国道の端まで行って、で山形駅まで行って、それでゴールにしましょう。286、鶴岡100キロとか出てるけど、山形県のもう日本海側の端まで286で続いてるのかな、別の国道に多分なったと思いますが、主要な国道の13号と交差してまだまだ行きます。あの看板がどうやらまっすぐ進む鶴岡方面が348っていう風に国道の番号が変わりましたので、多分次の交差点で348に切り替わるんでしょう。つまりこの交差点が286のゴールかと思います。この先348、鶴岡97キロということで、とりあえず286を完走しましたね。であとは山形駅ゴールに向けて進んでいきます。そしてついに東横インやルートインといった駅前のビジネスホテルが見えて、あ正面にあるのは山形駅ですね。まもなく到着です。さあで大きい綺麗な建物が見えますけど、これはワシントンホテルって書いてある。すごいおしゃれだ。でついに山形駅到着しました。時刻が今だいたい13時20分ぐらいかな。なので仙台の286号の起点のところ、そこを出て2時間40分ぐらい経っています。で途中休憩してた時間とかもあるから、だいたいでも2時間ぐらいかな、そのくらいは走ってたと思います。ここで乗り捨てをするとレンタカー代がこの2200円で済むんですけど、あとガソリン代ですよね。気になるのはだいたいなんか燃費が14キロ1リッターあたりとかって出てたんで、だいたい70キロぐらいあるから、そうすると5リットルぐらいですかね。で今ガソリンが高いから170円とかで計算すると850円ぐらい、だいたい3000円ぐらいか。そうするとガソリン代とレンタカー代で、そうすると、まあ、4人で乗ればまあ
高速バスよりは安くなるかなみたいな感じですね。ただ一般道時間は結構かかりますけど。ちょうど駅の近くまで来ていましたけど、こう駅のホームとここは阿寺沢線の車両が見えます。でこう山形まで来て一段落なんですけど、ここで私レンタカーを返してまたこの後仙台に戻りますので、一般道を使わないとどうなってるかもちょっと気になりますから、仙山線で戻るか高速バスで戻るかまだ決めてないですけど、そのどちらかで戻って、それで仙台に戻って、それで動画を終わりにしましょう。さあ、じゃあ、あの過酷な峠越えをした翌日ですけど、レンタカーを返納して山形駅に戻ってきました。でここバス乗り場、降車専用、仙台山形線降車のバス停になってるけど、そう、仮に仙山線とバスにどっちにしようかなと思いましたけど、やっぱりバスのありがたみを感じたかったんでバスで行きますか。乗り場は駅前のそこのとこか、ちょっと見に行ってみよう。で山形駅の東口の端の方にバスの案内所があって、この1番の乗り場から仙台行きが出るようです。並んでる人は結構いるけど、もうすぐ来るのかな。もう15分おきとかに出てるんで、一本見送って次に乗ろうかと思いますけど。そっか、仙台行きのバス宮城交通来ましたけど、乗ろうかと思ったけど若干混んでいて、しかもここ始発じゃないんですね。ちょっと行ったところに山形交通のバスターミナルがあるから、そっから乗ろう。もう窓側が埋まるぐらいの勢いで発車していきました。もう一本見送ろうがね、もう仙山線以上の感覚で走ってるんじゃないかな。もう全然余裕です。いや、15分に1本来るけど、バスターミナルで歩いて7分ぐらいだから、歩くとさらにもう1本逃すか、その可能性もあるな。山沢山港ビル店、山港バスターミナル、多分読み方は山港じゃなくて山港ですよね。あ、できました、バスターミナルありますね。結構広いバスターミナルで、これこっから乗ればね、もう山形駅で先頭で待ってるのと同じようなもんですもんね。で仙台行き3番乗り場、ここで到着を待ちましょう。時刻表を見ると日中はだいたい15分おきですけど、少し減便されている跡が見えます。ではこちらの素晴らしいバス仙台行きになりましたが、まず山港バスターミナルを出ると山形駅に停車してお客さんを乗せますが、あ、今回並んでる人少ないですね。駅から並んでる人3人ぐらいだったかな。意外と便によってお客さんの数にばらつきがあるようです。お待たせいたしました。では山形市内の停留所でお客さんを乗せ終わると、東へ向かって山を越えて仙台方面に進んでいきます。まず高速に乗りますが、山形蔵王インターチェンジというところから乗ります。これでね、もう先ほどのあの険しい山道を越えることができます。こんな風にトンネルもありますので、行きの道で苦労して越えていった峠なんかももうこれで一直線で越えることができます。あ、で右側に見えますね、これ一般道のあの行きで笹谷峠を越えて駐車スペースに車を止めたところです。右側に道とか、あとゲートのようなところが見えるかな。いや、ここが思い出の地ですけど、先ほどはね、もう向こう側から指を加えて高速道路いいなと見ているだけですが、今回はちゃんとこの高速道路を活用して走ることができます。あ、トンネルも結構険しいから、あれか上下線で分かれてるのか。こっちの仙台方面専用のこのトンネルに入って進みます。いや、一直線だともう簡単に越えられちゃいますね。でここは村田ジャンクションというところで、山形道はここで終わりで東北道に入ります。右に行くと東北道福島方面、左に行くと東北道の仙台方面ということで、こちらの左側に進んで、まあこうルートで見るとちょっと迂回したようになってますけど、まあこんくらいもうね、高速を使えば誤差でしかないですよね。そして仙台宮城インターチェンジというところで高速を降りて、まあ、料金が見えるな。大型2610円です。普通車だと1670円で通れます。お、そしてさらに仙台駅周辺でラーメン二郎仙台店の目の前も通ります。だからふと見えると嬉しくなります。次は仙台駅前、仙台駅前でございます。百草園の格好。さあ
では山形からのバスを仙台駅までいたしました。これは山形駅を16時8分発のもので17時21分、本当に1時間10分ぐらいで着きました。でバスは県庁市役所前に向けて走り去っていきました。ちょっと駅前まで行きましょう。いやでは仙台駅戻ってきました。本当に高速バス快適でしたね。たった1000円払うだけでもうあの険しい道も運転せずに高速道路を通って1時間ちょっとで山形仙台を移動できるなんて、本当にこの公共交通の素晴らしさを感じました。でそうするとじゃあレンタカーなり乗用車で一般道を通っていくのがダメかっていうと必ずしもそうではなくて、今回通らなかった国道48号北側の方のルートを通れば割と走りやすい道で行くことができますんで、まあ、レンタカー片道号なんかを使う場合はそのルートがいいんじゃないかなと思います。ただねもう本当に高速道路と並行するような最短ルートの国道で、まあ何もね知らなかったらそこから行っちゃいそうな道が実はねあんな険しい道路が国道に指定されてるっていうのを、それがねびっくりするようなポイントだと思いますんで、まあ通る方は気をつけてください。ではこんな感じでこの動画は以上になりますんで次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。